超絶足首が冷えてしまう、お風呂上がりポカポカだけどすぐに足が冷たくなってしまう、そんなお悩み、今回ですね、それをたった1日30秒を繰り返すことによって、足の冷え、足のむくみ、そしてお尻の冷え、座りすぎてしまってるお尻の冷えだったりとか、座る背中が丸くなる、このような症状をですね取ってあげて、まあ、体の姿勢も良くなって、足の冷えも取れる、まあ、血流も良くなると。そうすると、体全体的に、あったくなって、代謝も上がりやすくなる。というようなですね、もうすごく簡単なストレッチを紹介していきたいと思います。まあ、年末年始ですね、座り続けてたりとか、ね、だらけたし、生活にどうしても なりがちなので、まあ、その中でも、すごくもう簡単、もう誰でも、もうお子さんでもできるぐらいな感じですね。っていうようなトレーニングを今日は一つ紹介していきたいと思いますので、皆さん、やっていただいて、やっぱりなんか年末、年始ですね、スタートなんか切りたいなって時に、体が動ける状態になっていくと、やりたいと思ったことも、継続してできると思うんですけど、ただただこう、思い描いたものを書いただけでも、結局行動しないと変わらないので、まあそういう意味でも簡単なトレーニングなので、ぜひ一緒にやっていきましょう。まずはですね、このように調査していただいて、足を伸ばして座った時に、注意していただきたいのは、この膝が曲がっちゃうとかですね、体がこう倒れてしまう、この状態でやるとあまり効果がないので、まあ膝が曲がってしまうのはしょうがないんですけど、こういうふうに倒れがちの方は、まあ、通常もこうデスクワークだったりとかスマートフォンを見たり、こういう姿勢になっている、背中が丸くなってしまって、肩よりも耳が前に姿勢を正してくださいという時に、こういうふうに腰をぐーっと入れて正しがちになるんですけど、ポイントはですね、このお尻に手を入れて、こうゴリゴリした座骨結節という骨があるので、そこに手を乗せた状態で、ここに乗るようなイメージで手を一度ついてお尻を引きます。まあ、このようにこう引っ張っていただいても構いません。で、この状態で自然と目線の高さをこのまままっすぐ一点を見てあげると、頭からしっかり伸びていきます。で、ここから頭のてっぺんを上に引っ張られているようなイメージを持ってあげると、無理しなくても体がまっすぐになります。座るポジションこの状態にします。で、そしたらですね、まあ、バスタオルでもいいですし毛布でもいいです。このように用意していただいて、ふくらはぎの足首のちょっと下あたりにこのように、足りなかったら2枚、1枚でも構わないです、乗せて、このように先ほどの状態で乗せちゃいましょう。だいたい少し外くるぶしがタオルからはみ出る形で置いていただいて、で、こうなっちゃう人はもう一度お尻引いて立たせて、そう。で、このまま。で、体を少し上に引っ張ったまま。では、後ろにつかないように注意しましょう。後ろにつくとどんどん体重で後ろに下がってあるので、効果が薄まってしまいますので、必ず骨盤よりも前でついて。で、あとはもうすごく簡単です。足首を遠くに倒す。足首を引き上げる、この動きだけです。上げて下げて上げて下げて上げて下げて、朝やるときとかはつりやすくなりますので、無理してグーッとやるというよりも、小指から親指を下に同時に下げて、今度は親指、小指から親指をグッと両方とも引き上げるようなイメージ。そうするとこれやっていただくと分かるんですけど、このふくらはぎだったり膝裏が伸びてきて、で、全身裏の方が伸びてきますので、この状態でだいたいですね30秒、まあかける3から5セットぐらい、まあ続けてやらなくてもですね、気づいた時にこのタオルを乗せて足首をこのように動かすだけになりますので、で、これちょっと観察していただきたいポイントとしては、この足のこの上がり方ですよね。こう足がこう横に向いちゃったりしないように、もう少し細かくやる場合は、必ずこの膝のお皿の真ん中に対して、そして股関節と膝の真ん中、お皿の真ん中と、指の2番目と3番目の、この水かきの位置が一直線になる状態で必ずやってください。そうすると体を動かしやすくなって、可動域も勝手に広がる。動かないじゃなくて、ちゃんとした状態にあると、体って自然に動ける状態になりますので、そこをちょっとイメージしながら、このように動かしていく。これを、1、1、1、あんまり高すぎちゃうとちょっと伸び感じないなと思ったら、タオルを減らしていただいて、あとちょっとこう場所を調整しながら1、1、1と動かしてあげる、動かしてあげる、
これを無理してこう足首を動かしているので、ぐっと膝をこうに力を入れて、ももの前に力を入れて踏ん張らないように、あくまでも足首だけを動かすというところで、まあ、30秒、こちらやっていただいて、まあ、足の冷え、まあ、超絶冷えるっていうところが、超絶暖かくなると、体がやっぱり暖かくなると、やっぱり、体が暖かくなるとです。当然、体も動きたいな、動きやすいなっていう方向に向かっていきますので、ぜひこの簡単なトレーニング、年末年始だけじゃなくて、日頃から続けていただけると、動ける体手に入りますので、ぜひ皆さんやってみてください。まあこういったですねリクエスト、ぜひですねコメントなどでいただけたらすごく僕も励みになりますし、もっとこう皆さんに必要な役に立つような、トレーニングだったりとか治療法、まあ、セルフケアをお伝えできたらと思いますので、ぜひですね、まあ、コメントであったりとかいいねボタンよろしくお願いします。では頑張りましょう。